レトロフューチャー的なロケットレトロフューチャーとは、解雇趣味的な未来像のこと。1980年代頃から流行し始めた19世紀後期から20世紀中期までの人々が描いた未来像への解雇趣味や、当時のそういった描写を好み熱中することを指す。講義で昨今の SF 作品の一ジャンルであるスチームパンクやサイバーパンクを含める場合もある。 空飛ぶ車、ジェットパック、飲むだけで食事を代替できる薬、ロボット出事などは、レトロフューチャーの代名詞である。1930年代から1970年代前半に、かけ、人類の科学技術の発達や、革新的技術による、先進的な未来像への盲信的な憧れや、信頼感を持った時代が存在し、多くの人々は、原子力の平和利用。 プラスチック製品の普及、宇宙開発などに強い憧れを持ち、これらを強く支持した。1950年代のアメリカで SF パルプマガジンが表紙や掲載小説の差し絵で描いた未来における架空の市民社会像が人気を博した。多くの作品で登場した空飛ぶ自動車のデザインを時の大手自動車メーカーがドリームカーのデザインに取り入れ、 国際博覧会などのイベントで展示した。すると、この斬新でカビな外観が人気となった。そして多くの要望を受け商品化。後に一世を風靡したのが垂直尾翼のようなテールフィンをデザインに採用した往年のアメリカ社である。デザイナーのレーモンド・ローウィは、流線形デザインを工業デザイン製品へと移し込み、未来的なイメージを量産した。しかし、 当時は遥か未来だった21世紀の現実は必ずしもかつて思い描いていたバラ色の未来とはなっていない。科学万能の夢が、公害、環境破壊、経済の低迷などの現実に敗れ、冷戦終結後も民族主義紛争などに起因するテロリズムが横行し、すぐにでも実現するはずだった宇宙旅行や惑星開発に至っては一向に進展を見せないからである。 これからの社会の将来や世界情勢に明るい希望が持てない不安の裏返しとしてレトルフューチャーという流行はこれらのかつての希望と躍動に満ち溢れた未来を思い描いた時代への一種の教習の対象として見ている現象の一つであるとも言える。東欧、ロシアといった旧社会主義国家でも同時代には科学万能社会を描いたりモチーフとした芸術が出現した。 一例として、1957年に、イワン・エフレーモフにより執筆、出版された、未来ユートピア SF 小説、アンドロメダ星雲や、1972年に、制作されたイワン・アクセンチュク監督作品の、短編アニメ、電化を進めよが、代表作の一つに挙げられる。後年の社会主義の失墜によって生じた厳滅、失望の時代を経て、 再び当時の雰囲気を解雇する風潮があり、これも一種のレトロフューチャーとも言える。例えば、旧東ドイツ地域にとってのオスタルギーがこれにあたる。ありがとうございます。